吹奏楽、子供から大人まで誰でも気軽に楽しめるブラスバンドの響き。日本のアマチュアレベルは世界的にも高いと言われている中で、全日本吹奏楽コンクール金賞17回という金字塔を打ち立てている高校があります。その名は大阪府立淀川工業高校吹奏楽部。命だけで受けようから、みんなこの時間演奏用の待っとんねやろ。お強さの支えはただただ厳しい練習です。しかしそこには毎日どっぷりと音楽漬けになるだけの魅力がありました。高校3年間を楽器と共に過ごした彼らの日常はまさに喜怒哀楽そのものでした。ここが大阪府立淀川工業高校吹奏楽部のリハーサルホールです。現在建ってから10年目という建物の中に入ってみましょう。まず入ってすぐ玄関ですが、そして目に飛び込んでくるのは下駄箱。もう少し整理整頓した方が良さそうですね。そしてすぐが廊下です。この廊下の両側の壁にはずらりと表彰状が並べられています。本当にたくさんの表彰状ですね。さらにはトロフィーの数々が所狭しと並べられていまして、そして向こう側には淀工が海外遠征に行った時の写真なども飾られているわけです。さしずめ、この廊下は栄光と伝統の廊下ということができそうですね。そしてこの扉の向こう側が合奏場です。この合奏場には高校生たちの汗と涙がぎっしりと詰まっているわけなんです。これからの2時間、テレビをご覧の皆様方を淀工吹奏楽部喜怒哀楽の世界へとご案内してまいりましょう。それではどうぞ。2002年1月27日、大阪フェスティバルホールで大阪府立淀川工業高校吹奏楽部がコンサートを開きました。1年生から3年生まで総勢200人全員が一つの舞台で演奏します。顧問の丸谷昭夫先生は30年にわたりこの吹奏楽部を率いて淀工を吹奏楽の世界の頂点に導いてきました。3000人の聴衆を飲み込んだフェスティバルホールの幕が上がり、いよいよ開演です。まずは1曲お聴きください。
前何もやってきてへんやそれ。フルムツです。僕よ遅刻してました。中村です。僕よく怒られました。僕ら同じチームです。大阪府立淀川工業高校は電機メーカーが立ち並ぶ大阪市と守口市にまたがって1937年に創立されました。生徒数は900人で電子機械科と情報技術科があります。生徒の多くは卒業後メーカーや町工場などに就職します。高校時代にブラスバンドに触れ合った丸谷昭雄先生は助手として淀校に入り教諭になりました。音楽の専門教育は受けていませんが独学で自分の世界を作ってきました。工学系の方はね、もう今ある事実を教えるわけですから、まあ、教えやすいですよね。あ、授業の方は、あ、授業の方は、ね、やりやすいですね、うん、音楽は難しいですわね。こんなもん何もないでしょ、答えが合ってないようなもんですから難しいですね。何で正解やいうこともないですから、うん、午前6時半吹奏楽部の一日は朝練で始まります。参加はあくまで自由。部員は毎年およそ180人、全校生徒の2割を占める大所帯です。中には中学時代から吹奏楽をしていた生徒もいますが、大半が高校に入ってから初めて楽器を触った、楽譜も読めないという素人集団です。夜も結構遅くまで練習してるみたいだけど、きつくないんですか？まあ授業中があるんで。練習は楽しいものなんですか？はい、楽しい。どんな時が楽しい？なんかできないところができるようになった時とか。放課後は個人練習の後腹ごしらえです。早弁だってお昼ご飯だって食べてはいるんですが、息をしているだけでお腹が減る年代なんですよね。腹ごしらえの後は全体練習が始まります。この日は翌日のチャリティーコンサートに向けての特訓が行われました。淀校のコンサートの名物の一つに楽器紹介があります。自分の吹きたい曲をソロで吹きますが、先生の合格が出ないと本番で演奏することはできません。終わり、次。OK、次。曲名してる人、はい、どうぞ。曲名ウドテミ。そんな普段もう何度だドラッシュ歌うの食うてんねん。どこの曲や、知ってる人？そんな知らんとなんでできんねん。ドイツの民謡やで。一気に見ときや、ワン、ニ、サン、うん。この最後だい。そう、はい。命を与えなあかん。ぺちゃーっと歌あかん。ええか？こうすんねん。これをこうと、俺小学校5年ぐらいで女の先生泣いてたで、ポロ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 。なんか悲しいことあったんか、そら知らんで。だけど、あ、じゃあ俺はその時に
なも先生長いのそんな全然こっち必死なんて言ってたんやけど、もう先生が、あこの先生ほんまに喜んでくれんのにないのが小学校5年生で分かんねんもん。それずっと今も残ってんの俺は。どういうこっちゃいたら本当に喜んでくれる人がいてるこっちゃな。で、あこんだけ喜んでくれんやったらこっちも頑張ろうかな。本当に自分で思って吹いたら相手は分かってくれねえないよ。今もずっと思ってんねん。さあ、ええように聞かしたらそんなにいらんねん。本当にそう。だからお前ら曲のな、良さを知らんと平気で、ぴゃーっと外だけ泣いてあかんて。な。午後9時過ぎ、翌日のコンサートを控えて、次第に練習に熱が入ってきました。きちんとした練習やってこい。笑顔5番いくぞ。5番、ワン、ツー。ワン、ツー、セイ、ノン、アン。ただ、アキ。そら、口開けるがなれ、当たり前やな、口開けなれへんの。ダン、はい。お前や。はい。お前、一個も吸うてへんやないか、何も。そんな、何でもけんねん。何やっとんや、ほら。準レギュラーの田中君は翌日の出番はわずかです。そのわずかな部分も厳しくチェックされました。どこ行ってこい。どこ行ってこい。どこ行け。何やってきてお前ら。先生にね、怒鳴られながら出てけって言ったら子供たちも多少その、まあ、萎縮してしまう、緊張してしまう。そんなんでしょ。その辺は超えてる子ばっかしだと思うから、まあ、最初のね、人間関係できへん間はそんなこと言ったら無理ですけど、もう分かってると思います。悔しかった。はい、はい、何に対して悔しい。やっぱりハグした自分も悔しいですね。やっぱり髭剃った方がいいっすってなった。関係ね。去年のゴールデンウィーク、淀川の河川敷では多くの家族連れが初夏の柔らかい日差しを浴びて休日を楽しんでいました。一方、河川敷から一つ道を挟んだ淀港の構内ではブラスバンド部員がサマーコンサートのオーディションに向けて個人練習に励んでいました。レギュラー入りを目指す2年生のサンダ君。とにかく俺より上手いやつも全員落としたんで、もう全員に勝つ。ありがとう。じゃろ。沖縄どうでした。全員に勝つというか。あ？何を言ってんだ。サンダ君は気になる点を見てほしいと先生に頼みました。口で上。タンタランタ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 ランタ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 ン。それだけ。まあ、馬なりたいから、うん、見てもらって、それで馬なれたら嬉しいし、うん、今のでも多分変わったと思います。うん、歌う、
ですよ。歌って吹いたらなんか良くなるんですよ。なんかそのことをいつも忘れてまうんで、ちょっとまた今思い出させてもらって、ちょっとありがたい。トランペットのオーディションが始まりました。コンサートで演奏する自分のパートを吹きます。審査するのは全員です。しかも誰が吹いているのかわからないように審査員は後ろ向きで聞きます。そして多数決でメンバーが選ばれます。先生は口出ししません。吹く方も聞く方も真剣です。11番いきます。はい、はい。そして11番、サンダ君はなんとか合格しました。7番。一方田中君には一票も入りませんでした。8番。吹き終わった瞬間いけたと思った。いや、面白かったなぁ。オーディションってこんなもんなんやぁ。ダメです、もうダメです。全くダメでした。何が原因わからん。もう緊張しまくりましたね、めっちゃ。それと多分練習量が多分足りなかっただけです。先生が思い描いてたのと違うメンバーが選ばれるということもあるんですか？ありますね。だいたいこちらも油断してるし、その本人もちょっと油断してて、まあ思い上がってるとこまでいかなくても、まあちょっと油断があった、そういうのがトントンってしまうし、こっちはもうこいつあかんなと思ってる子が必死になってやっててポンと入ってくるしというようなことあって、その2割ぐらいはやっぱりいつも思ってるのと違いますね。通るよりも追った方がいい勉強になりますね。あの昔から言いますわね、負け戦には教訓あるけど勝ち戦にはあまりない。文字通りそうでしょうね。で入った子はこれからまた油断の第一歩が始まってくるわけで、もう人生そのものですな。レギュラーメンバーがこう練習してる横でその服アイロンかけてるってどんな気持ちなの？服がなんか複雑ですね。複雑。自分もなんか、出たいなとまあ思う日も複雑ですね。かなり。淀高の入学式。吹奏楽部に入りたいと思っている新入生はほんの一握りです。大半は吹奏楽部の名声を知らずに入学しているのです。そこで
こんにちは。クライネットやらせてもらってるんです。中1の頃、熊本からこっちに引っ越してきたんですけど、で、ちょっとなまってるんですけど、あんまり引っ越してない上下関係嫌いなんで、まあ、あだ名とかなんかもう適当に呼んでください。あの、馬刺しっていうあだ名最近までずっと遅刻とかしてたんですよ。でもやりたい楽器あって、それ1ヶ月間4月いっぱいまで遅刻しなかったらやらせてくれるっていう約束でやってたんですよ。で、今までずっと頑張ってきたんですけど今日遅刻してしまいました。できるだけ多くの1年生に親しんでもらおうと体を張っての一発芸。でもやっぱりちょっと恥ずかしかったみたいですね。1年生が帰ると反省会が始まります。今日はこうへんからみたいな感じになってんねんや、多分。で、それをなんちゅうの、もっと人間的にっていうか、友達になってからそれから来てやっていう感じで、なんていうの、いきなり来てや来てやっていうだけで来てくれるわけがないやん。6番、割と希望があると思うわ。だから1年365日楽器の練習に明け暮れる部員たちも、この時ばかりは練習そっちのけで1年生の勧誘に全力を注ぐのです。多くの部員を集めるため、夜遅くまで熱心に話し合います。だから誰か一人ついてあげたらいいんや。うん、女の人が。で、まあたりさんがついてる。苦労して苦労して、あまり何とも思ってない子を入れるとすると、その後々大事に大事に育てますから、向こうから入ってくるよりも、まあ人を大事にするというんですか。まあその中から、まあ相手の身になってものを考えるというようなことまで学んでくれたらええなと思いますんで、まあある意味ではかえってそのやりたい子がドーンと来るよりもええかなと思ってるぐらいで、まあ苦労して苦労してやっぱり入ってもらうことによって、まあその子たちを大事に育てへんかなと、まあそれは結果的な話ですけど、そういう効果あると思います。このクラブでは自分が吹きたい楽器を選べます。気に入った楽器を持ってすぐに吹く練習をします。とはいうものの、初めからなかなか音が出るはずはありません。中学時代は陸上部だった西田君、初めてトランペットを持ちましたが、初めて吹いてみてどんな、どう？ああ、みんな吹かれへんって言うとってんけど、吹けたからやっぱ嬉しかったです。やっぱ吹きたい、上手くなりたい。部員すごい多いけど、頑張れる？みんなライバル。そして1週間後、1年生が合奏場に整列しました。隣には上級生が付き添いますが、早くも1年生だけで合奏しようというのです。最初の音ぐらい分かってやろ。分かってるで、出へんかってもかめへんから、ピャッと吹けよ。頭のペッだけでから、まず 2,3 年吹いたってくれ。せーの、はい、次1年、せーの、もうや、ええぞ、もういいぞ、せーの、もうぺん、せーの、ええぞ、口で言え、3と4。まさに素人の寄せ集めともいえる1年生たちが、3ヶ月後には1年だけでコンサートを開いてしまうのです。はい、はい、変わります。
行きます。まずはな、最初慣れることやねん。でそのうち本気になってやったらいいけど、まだ今へん。こっからはな、ここ数日はな、やればやるほどうまなんで、明日はまたちょっとこうガーッといくで。このままいったら天才なのちゃうかも。たとんでパタッと止まんねんけどな。仮入部から正式の部員になった1年生の写真が貼り出されました。今年度は80人が入部。これも必死の勧誘の成果と言えるでしょう。5月に入ると1年生たちは来る日も来る日も踊りの練習をしていました。1年生たちは6月の初めに行われる淀港吹奏楽部の定期演奏会サマーコンサートで歌と踊りを披露するからです。1年生たちにとっての初舞台がやってきました。大勢のお客さんの前に初めて立つ1年生たち、特訓の成果を堂々と披露しました。一生懸命踊った甲斐があって、たくさんの拍手をもらいました。楽器をある程度吹けるようになって、それが舞台に乗りますと、まあ誰でもですけど、ああいうと初めてのと上がってしまう。だからせめて上がる練習だけでもやっておいたらいいかいなと。それから人の前でやる時の、まあ喜びというんですか、緊張というんですか、そんなことも味わいながら、まあ早いことこのコラボに、演奏会に溶け込んでくれたらいいなというようなことで。1年生だけの初めての演奏会が近づいてきました。トランペット歴3ヶ月の西田君、同じ1年生でトランペット経験者の2人といつも一緒に練習していました。毎日コツコツやっとったら出ない音が出たりとかやっぱするんで楽しいですね。この後の全体練習で丸谷先生は1年生一人一人の吹き方などをチェックしていきました。おい、今3秒やもう言わすな。せーの、見てない、言わすな、はい、そんなん聞いたことあるか、テンパイが CD で、はい、パンポンパンはい、おい、こらこら、もうええで、お前学校好きか、学校が好きなんか。あー、好きです学校おいで吹いてない、さっきからずっと学校多いで、ごめん見てみよう。ほら、あれ見て。学校ちゃうちゅうな。よろしい、次をちょんまげ。何言うてん、田中歩いてんのかお前なかったやろ、えぇ、もんぺんブババ次、もんぺん何言うてんの、分からん、来い、頭触ってるのがたらパフケや、お前。先生はこの時あることに気づいていました。
行け。ホルン持ってこい。ホルン持ってこい。もう心配せんで、ホルン行け言うてんちゃうぞ。持ち方だけ歌ってくれ。吹いてみ。めっちゃ鳴るぞ、これ。せーの。ほら。拍手もっぺん。もっと大きい吹け。バッと。練習が終わって先輩たちにも聞いてもらいます。はい、次早く帰れよ、お前もっと吐きろけ。はい、ラッパがええと思うしょう、ホルンがええと思うしょう、まあ明日考えとき。どう、明日イベントや楽器出しちゃって、はい、ええか。具体的にはですね、このちょっと唇の赤い肉の部分で割に吹いてたんですよ。でそれはトランペットよりもホルンの方が鳴りやすいんですよね。で事実トランペットはちょっと鳴りにくかった感じがしますね。でああいう口はホルンには向いてるの違うかなと思って、まあ経験上で、まあ吹いてみるとは分からへんから、まあ吹いてみたら本人も納得するはずやからということでやってみたんですけど、まあやっぱりそうでしたね。ファーストコンサートまであんまり日がないですけど、それでもやっぱ吹いてるぐらいやっちゃう、うん、と思いますね。それも全部言おう思ってぶっちゃけて、そんな子もいててもいいと思うから、あそこでええ格好しようと思わんでええから、こんだけだけ吹きますよ、だから寛平だなる部分だけでも吹けたらええと思うから、それわざわざミスミス伸びないなと思いながらやってるよりはええかなと思うから。ついに1年生の楽器デビューの日です。本番前に集まって最後の調整です。入学からほぼ4ヶ月、すっかり淀高吹奏楽部員になりました。西田君は散髪して別人のようです。みんなに言われてピアスも外しました。そしてコンサート名物の楽器紹介。一人一人が腕前を披露します。満員の聴衆が自分だけを見つめる瞬間です。さあ西田君の出番です。中田君は極度に緊張していました。海中学校出身でサッカー部に入っておりました中田君でございます。つい先日までトランペット吹いてましてね、ちょっとな、誰に教えてもらった。ちょっと吹いてもらおうか、師匠に書きな。どんな教え方したんか知らないけど、ちょっと吹いてもらおうか。真似してな、後でな。
俺師匠が悪かったな。ミスランように言ったけど最低やったかなりがっかり、かなりがっかりしました。なんで？あの楽器紹介の時にかなり練習してたのにできなかったWe'll be right back.
これが今年度のキャプテンでございました。ちょっと声だけでも聞いていただきました。こんばんは。どう見ても頼りなさそうな雄也君だが、180人中160票を獲得して選ばれたキャプテンで、部員から絶大な信頼を集めている。パートはパーカッション。見んでえだろ。いや、恥ずかしくてね、なんか失敗してね、足引っ張らないから、ね、それだけ気にしてます。一年中まさに走り回ったキャプテンでした。元部長の雄也です。来年部長になった中馬です。来年も頑張れよ。お前も頑張れよ。はい。ここで淀港のさまざまな演奏活動をご紹介しましょう。まずはこちら、西宮スタジアムで毎年開かれる3000人の吹奏楽です。去年は雨の中大勢の人でにぎわいました。この青いユニフォームが淀港です。1年生たちも必死に踊りました。マーチングもバッチリ決まりましたね。国内だけではありません。年末年始にはなんと招待されて台湾に演奏旅行に出かけました。淀港の行くところはいつも満員御礼。淀港サウンドはここ台湾でも大好評でした。台湾から帰ると休む間もなくアマチュアバンドが集うこのコンサートに出演しました。ここでも淀港はプロ顔負けの演奏で場内を大いに盛り上げ、観客を魅了しました。このようにさまざまな場所で演奏をしている淀港ですが、この日はメンバーを乗せたバスがちょっと意外なところに向かいました。少し不安げな様子で外を眺める生徒たち。ここは大阪市西成区の労働者の町愛林地区。この中にある三角公園でのコンサートだったんです。頑張れよ、頑張ってよ。毎年恒例の黄昏コンサート、労働者を元気づけようと20年ほど前から始まりました。淀港がここで演奏するのは今回で12回目です。全日本吹奏楽コンクール常勝校。しかしここ愛林地区ではその肩書きは通用しません。本当に人の心に訴える演奏をしないと喜んではもらえない。肩書きではなく中身で勝負する。それを生徒たちに肌で感じ取ってほしいと丸谷先生は考えています。いや、もうみんな盛り上げてくれてもう嬉しかったです。すごいありがとうございましたって感じです。最初はなんか怖かった。ちょっと怖かったんですけど、もうすぐ慣れてもうテンションも上がる、すごい楽しかったです。一番大事にしてる演奏会ですから、コンクールを何よりも大事にしてますから、できる限り続けたいなと。愛林の労働者たちと音楽を通じて心を交わした高校生たち。今年も三角公園にブラスが響くことでしょう。